廃墟の加藤美優が涙、優勝スピーチで失格騒動の相手ペアに言及。サラとマリエまたいい試合をしたい。観客から万来の拍手。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニス全仏オープン、8カパリ。混合ダブルス決勝が行われ、加藤美優、ザイマックス。 リムプッツ、ドイツ、組が、マイケル・ビーナス、オーストラリア、ビアンカ・ランドリースク、カナダ、組と対戦。4から6、6から4、マッチタイブレイクを10から6で制し、初優勝を飾った。勝利の瞬間、加藤は両腕を突き上げた。そして優勝スピーチでは用意してきたメモを読み、関係者に涙ぐみながら感謝。ここまではチャレンジングな日々でした。 精神的にも大変でした。ここ数日特に大変でした。女子のダブルスからいろんなことがありました、と振り返った。加藤は今大会、女子ダブルスの3回戦でコートに落ちていたボールを返球した際、ボールガールに直撃。危険行為として失格となった。失格騒動はテニス界に大きな波紋を広げたが、混合ダブルスで自身初の決勝進出。 女子ダブルスでコンビを組んだスーチャリも客席から試合を観戦していた。加藤はスーチャリにも女子ダブルスで組んでくれてありがとう。我々は失格処分になりましたが全力を尽くしました。また女子ダブルスで頑張りましょう。女子ダブルスでここに行きたいですね、とメッセージ。さらにボールガールが無事であることを願っています、と言った後。 対戦相手にも言及し、そして女子ダブルスで対戦したペア、サラとマリエにも、また良い試合をしたいと私は願っています。失格は残念でしたが、いい結果が出て、自身の、ポイントが戻ることを願っています。と頷いた。観客からは万来の拍手が注がれた。菱形女子ダブルスにおける加藤組の失格菱形。加藤組はマリエブズコバ。 シェコ、サラソリベストルも、スペイン、組と対戦。第2セットの3から1での第5ゲーム。加藤が自己ートに落ちていたボールをバックハンドで相手高遠区の方向に軽く打ち返したボールが長くなってしまい、ボールガールに直撃。ボールガールが泣き出してしまった。加藤はボールガールに謝罪。主審は当初警告を与えたが、 対戦相手が異議を申し立てて、最終的に失格が言い渡された。加藤は涙を流しながらコートを後にした。同場面についてロイター通信は、アレクサンドル・ジュゲ出身は加藤に警告を与え、ネットの反対側でブズコバとソリベストルモが失格を要求した、と報道。当初、出身は、彼女、加藤は、故意にそうしたわけではない。 彼女、ボールガールは、怪我をしたわけではない、としていたが、ソリベストルモは、彼女は泣いているし、血を流してる、と主張し、主審にボールガールと話すように促した。主審は、ボールガールと話した後、失格を言い渡したという。一連の流れに、相手ペアには批判が集まっている。 加藤は失格に伴い賞金とポイントの募集のペナルティを受けたが危険行為には当たらないとして次第大会側に提訴したことを明かした。また、プロテニス選手協会 PDPA が6日声明を発表。加藤組の失格について不当で不公平なものだったと批判。 少なくともミユとアーディラの賞金とランキングポイントは回復されるべきと求めている。